平成30年論文式本試験経済学の公表及び解説を始めていきたいと思います。担当はレクセニ講師二宮です。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、皆さん本試験お疲れ様でした。えー、今年の経済学についてですね、簡単に振り返っていきたいと思います。まずね、あのこの動画をご覧になっている方は気になっているかと思いますけれども、あの全体の目標点数なんですが。 えー、現時点で試算している値としましては、まあ、6割という、ね、点数を試算しています、まあ、合格ラインとしては、素点で6割取れていれば十分だと考えてください、まあ、かなり、ねあのー、終わった後とかも不安に思われた方ね、いたことかとは思いますけれども,もう6割取れているかどうかっていうところを一つの目安に考えてもらえればいいのかなとで具体的な内容、えー、配点とし、えー、内訳としまして、まあ、経営管理については、ねまあ、5割強点数取っていただいて で財務管理については7割弱取れていればです、ねまあ、十分かと思われますので、まあ、それぐらいの点数が、ね、取れているかどうかというところを、ね、一つ目安に考えてください。はい、で今からです、ねまあ、各問題の正当可能性などをです、ね、確認していきたいと思いますので、ちょっとプレゼンターに切り替えたいと思いますが、まずまあ第一問、経営管理の内容なんですけど、まあ、特に形式面では変わりはないですね。 まあ、例年通りまり、あ、用語を中心とした内容となっていて、まあ、一部ね気鬱問題っていうのが問われていると、えー、第一問全体の難易度としましては、まあ、そんなに難易度自体は高くはないのかなというふうに思います、まあ、というよりはあのこれ前のねここ最近の試験に比べてみると比較的あの回答しやすいものが多かったのではないのかなというふうには思います かなり典型度のの高いものが問われてます、ねはい、ただまあ用語問題ですからねどうしても水物な要素は出てきますのであの本試験の中でねあの分かってるのに出てこないとかってことはあるでしょうから後から答え見ればこれすごい簡単じゃんと思うかもしれませんけれどもただまあそんなにねあの皆さん全部が全部答えられるわけでは当然ありませんので、まあ、合格ラインそのものはねそんなにあのむちゃくちゃ高いものにはなってこないと考えてください。 一応まあ問題1問題2で、ね、それぞれね内訳として13点13点っていうところを合格ラインとして設定はしていますだからまあ大体半分ちょっと取れていれば十分かなと、まあ、そう思ってくださいで具体的に中身見ていきたいと思いますけれども、まあ、問題1の問いの一については組織回数を答えるという問題になっていまして、まあ、こちらはね特に事前にこういう計算問題やったことある方はまずいないでしょうから まああのほとんどねあの全ての受験生の方が初見ってことになってくるんですけれどもただまあ経営学はねあの時間が余る科目になってきますんでいろいろ余った時間の中で試行錯誤してみてですね4階層っていうのをまあ答えとして導き出してほしかったかなとは思います。ただまあこの問いの一番ができないからといってあの当然ねこれ一つで合否が決まるようなものでもありませんので他の見覚えのあるものがねしっかりできていれば特に問題ないと思ってください。 で次の問いの2番ですねこちらはまた用語の穴埋め問題ですけれどもまあ完了性っていう言葉とあとこちらは条件適合理論とか状況適合理論あるいはコンティンジェンシー理論っていう用語が入ります非常にまあ基本的な穴埋め問題ということになるんですけれどもただケアレスミスが生じやすいところにもなりまして 例えばまあ完了性っていう言葉ですね意外とまあ漢漢字字で書けっっててて言われるるととと、まあ、をミスってしままうってことはあるのかなと思いますでもしくはね完了性っていうふうに性っていう言葉をねちゃんとことえ書かなきゃいけないんですけどこれを書くのを忘れてしまうとかですねあるいはそもそも完了性組織ではなくて機械的組織っていうふうに回答してしまうとかですね、まあ、いろんなミスが考えられますねはい。 まあマックス・ウェーバーが考えたっていう風にこの空欄の前の文書に書かれているのでもうマックス・ウェーバーって言葉が出てきたら官僚制組織だっていうのはパッとね思い出せている方が多いとは思うんですけども、まあ、いざねあの回答してみると、まあ、そういったね漢字ミスとかでね、まあ、ミスをしてしまって減点あるいは罰になってしまうってケースが考えられますね。はい で空欄 B に関しても、これ、状況適合理論っていうのが入るわけですけれども、こちら、組織構造論とかっていうふうに答えてしまった方もいることかと思います。はいまあ、組織構造論っていうのは非常に大きな、ね、くくりになってきますので、ここの空欄の穴埋めの回答としてはね、不正確な回答になってきますから、まあ、状況適合理論、あるいはまあコンティンジェンシー理論っていうのを回答しかったと。はいまあ、正当可能性はね、 高い問題になってくるのでまあ、関東できているね受験生の方も多かったのではないのかなというふうに思いますで、次の問いの3番ですね問いの3番はこれは文化の定義っていうのが問われていましてまあ、文化とは何かというのを答える問題になっているんですけどまあこれについてはできなくても全く問題ないですもう白紙で出してもらってもここについてはねそんなに問題なかったと思ってください で次の問いの4番ですねこちらはちょっと白紙じゃまずいですあの見たことなかった受験生が多いと思うんですけども適応は適応力を締め出すっていうねこの言葉を説明するとこれまあ見たことはなかったとしてもですね本文の前後の文脈からですねどういうことを回答していかなければいけないのかっていう当たりをつけることそのものはそこまで難しい作業ではありませんので わからないなりに書いてもらってもですね模範解答に近しい回答になってくるのかなと思います、まあ、模範解答はちょっとねテクニカルな表現を使ってるんですけども、まあ、これはもう試験の著書にそのまま言葉としても載ってるものだったので、まあ、試験の著書から、ね、説明文を取ってきているものになりますけれども、まあ、この特定の環境に適応すればするほど組織特性を維持する力である感性が大きくなってしまって新たな環境の変化に適応することが困難となるというね この組織感性っていう、ね、言葉を使って回答はしているんですが、まあ、当然こんな言葉はとっさにね思いつくわけありませんのであの回答としてはねよく勉強されてた方はですねこのまあ本文読んでいく中でこれまあ組織文化の逆機能でもこんな話があったなと。 まあそれをね、思い出した方であれば問いの4番はその組織文化の逆機能からですね、回答を作っていくっていうこともできたかと思います。はいまあ、それでも正解になりますんで、まあ、ここはねちょっと現場対応力っていうのが試されてる問題だったと言えますね。はい、で最後問いの5番ですけれども組織は戦略に従うということでこれはチャンドラーが唱えたですね、まあ、組織と戦略の関係性を表す命題になってくるわけですけれども まあこれと対を成すものとしてアンゾフが提唱した戦略は組織に従うというですねこちらの命題もあったわけですよね、まあ、しっかりとねどっちがどっちを言ったのかっていうのは区別がつくようにしてくださいねっていうことはね、あの後期中にも申し上げていることではあるんですけどもただ、まあ割と本主権の中だとね、あのー、とっさにパニックになってしまってですね逆を書いてしまうとかですね、まあ、そういったことっていうのはあるのかなとは思います。 だからまあ合格者全員がねあのしっかり回答できているかっていうとそういうわけでもないとは思いますけれどもただまあ問いの5番っていうところはですね問いの1番特にできなかった方は何とかまあできてほしいかなっていうふうには思います。まあ、少なくともね問いの2番と問いの5番っていうところはもうねテキストレジュメなのにそのまま載っているものになりますんでね しかもランクとしてはもう A ランク論点というレベルになってきますから、まあ、ここはできないとねちょっと他の受験生と差をつけられるところになってくると思ってください。はい、よろしいでしょうか。で今度第1問問題2の方に移っていきたいと思いますけども、まあ、第1問問題2に関しましてはまず問いの1から見ていくと。 科学的管理法って言葉がこの問いの一番空欄 A には当てはまります。はい、科学的管理法これをもう前の文章からですね「家業管理と作業の標準化に基づく」とありますんでこれは家業管理「これは科学的管理法」って言葉が入ることになりますね。はい、もしかしたらね「伝統的管理論」とかっていうふうに答えてしまった方もいるかと思いますけどもやはりこれはもうあの前の文章からの誘導がありますんでね。 科学的管理法以外は点数がつかないいと思ってくださいで次の問いの2番「クーン B」に当てはまる用語ですけどもこれは社会ってて言葉が当てはままることになります社会的存在としての人間に着目したと、まあ、これ人間関係論のお話ですね人間関係論でこれまあ社会的存在としての人間答えを見れば確かに社会って言葉が入るなっていうのはねすぐにわかると思うんですけども まあ意外とねこれ解いてる時には「社会」って言葉は出てきにくかったかもしれませんねあのここがなんとか人モデルとかっていう風になっていれば社会人モデルっていうのはもう95%以上の受験生はあの答えることができると思うんですけども何とか的存在とかっていう風にちょっと答えづらくしてきているんで、まあ、社会っていうのがとっさに出てこなかったって方もいるかと思いますだからまあある意味このクーラン B はねあのできなくても 結構しょうがないところはあるのかなっていうふうには思います。はい。で、次の問いの3番空欄 c。こちらはね。できてほしいところになりますね。まあ、ミシガン研究っていうことで、まあ、従業員志向とか、あるいは人間関係志向っていう言葉が空欄。c には当てはまるんですけども。まあ、リーダーの行動特性の話ですね。まあ、従業員志向の。 まあ行動特性なのか、えー、この生産性を優先するですね行動志向なのか行動特性なのかどちらのリーダーが組織の生産性っていうのを向上させるのかっていうと従業員志向の行動を取るリーダーの方が望ましいというねそういった実証研究でしたね。クーラン C はねなんとか答えてほしかったかなっていうふうには思います。はい、で次の問いの4番ですね。 このリッカートのシステム4のマネジメントの特徴を説明しなさいってことでこれがね結構2行に収めるのが難しいかなという問題になっていてシステム4のマネジメントの特徴っていうのをがっつり書こうと思ったらそれこそ10行ぐらいいったりしますから、まあ、これをうまく2行にまとめきるっていうのが難しい作業になってくるわけですけどただなかなかその特徴って言われてもねかなりまあ,あのふわっとした問われ方がなされているので。 まあ何を答えればいいのかっていうところが、まあ、難しいところですよね。はい、だからまあここは、ね、満点取っている方はまずいないと思いますので本当に部分分点が取れれば十分です。一応模範解答を示しておきますとこのリーダーと部下との間の信頼関係を前提に目標設定や経済的報酬の決定などに部下を参画させることで業種性を高める、まあ、集団管理っていうのを特徴としていますよと。はい まあ、かなり無理くりね2行に収めた感じになってくるんですけどもおそらくねあのこんなにきれいに書ける方っていうのはほとんどいなくて、まあ、リッカートのシステム4っていうのを聞いてまず真、ま、っ先に思いついたのがおそらく連結ピンととかって言葉だと思うんですよで多くの受験生の方は連結ピンに関する話とかをですね中心に答えたのではないのかなっていうふうには思います。 でそれでもね当然丸にはならないんですけども部分点はいくらかつく,かつくと思いますんで、まあ、点3点もつかないと思いますけど1点2点取れればねそれで十分だと思ってくださいはい配点は具体的にはねちょっと蓋開けてみないと分かりませんけども、まあ、仮にこの問題の配点が5点だとして、まあ、12点取れていればそれで御の字かなというふうには思いますはいで次の問いの5番ですね問いの5番 これは有能って言葉が当てはまるわけですけども。有能ですね。まあ、自己有能で自己決定的だと感じると、内発的動機づけ理論ですね。はい。まあ、有能って言葉もね。まあ、これも結構とっさに出てこなかったかもしれませんね。 まあこの内発的動機づけ理論では自己有能で自己決定的だっていうねこの表現っていうのはよく使われるわけなんですけども意外ととっさに「有能」という単語は出てこないかもしれません。ほ、は、か、いまあ、にもね回答っていうのは考えられるかと思います。まあ、結局日本語訳したものなので「まあ、有能」って言葉が当てはめられていますけどもほかにも「優秀」とかって言葉でもね丸がつく可能性っていうのはありますね。はい まあこの辺は試験の先生の裁量になってくるかと思います。で最後問いの6番こちらの期待理論に関してはですねこれは絶対できなきゃいけない問題ということになります。まあ、期待理論ではモチベーションの強さがどのように表されるのかを説明しなさいっていことで。 ま一応模範回答として行動が成果につながる確率成果が報酬につながる確率報酬の望ましさの程度これら3つの要素の積としてモチベーションの強さが表されますよってことで、まあ、この3要素をねちゃんと答えられているということとこの3要素の掛け算であるっていうところがポイントになってきますんでねこのまあ掛け算っていうところが抜けているとそれで大きく減点されることになるかと思いますから気をつけてください。 まあこれはもうね、あのー、講義であったり、まあ、当連とかでもね出しているものになりますから、まあ、問題なく回答できた方が多かったのではないのかなと思います。で、この第1問問題2に,に関しても、まあ、合格ラインとしては13点程度ということになりますので、まあ、問題1と合わせてまあ26点ぐらいですね、まあ、取れていれば OK だと考えてください。 以上が簡単ではありますけども経営管理についての公表および解説ということになります。で今度ですねファイナンスの方に移っていきたいと思いますがファイナンスに関しましてはこれはここ最近の試験の中でもかなり簡単な方なのかなというふうに思います。 ただ、あのー、割と本試験の問題が簡単だからといって、ですねそんなに合格ラインっていうところが大きく伸びるかっていうと、そういうわけでもないので、まあ、難易度自体は優しめではありますけども、ファイナンス単体で見たときの合格ラインっていうのは、そこまで、ねえー、例年と変わりはないのかなっていうふうには思います。はい、で特にまあ今回、ですね、あのー、問題2番の方ですね。 キャップ M を中心とした計算問題ということになってきますけども、まあ、こちらが思うようにね、回答できなかった方が多かったのではないのかなというふうに思いますまた後で解説はしていきたいと思いますけども、まあ、こちらについてはですねもうほとんどできていなくてもそんなに大きな問題はないと思ってください、まあ、問題2のね、問いの1番ぐらいできていれば十分だと考えてください、はい まあ問題1はね逆にその結構あの高い精度で回答はしていかなければいけませんけど、まあ、問題1に関しても、まあ、リアルオプションアプローチにおける、ね、NPV の計算についてはここは間違えてもしょうがないかなとは思いますので他のところができていれば十分です。であと問題3番問題4番ですけども、まあ、それぞれ債券の評価とあと、えー、まあオプションの評価っていうところが、ね、テーマになっているわけですけども まあこちらもねあのもうテキストの説明レベルの問題になってくるので、まあ、割と高いレベルのね競争っていうのがあの行われるのかなと思いますのであの本当にあの精度高くね回答していただきたかったところになりますね。はい、で具体的に中身を見ていきたいと思うんですけれども、まあ、第2問問題1から見ていきますと、まあ、こちらの問いの1番はもう問題ありませんよね。 NPV の計算についてはこれができないって方はもうほとんどいないでしょうからもう必ず正解できなければいけない問題ということになります。はい、もうケース1とケース2における期待キャッシュフローですねこれの期待値求めてあげて割引計算して投資額マイナスすれば NPV が簡単に求まりますから、まあ、何も難しくないかと思います。 でまた内部利益率ですね内部収益率は25%よりも大きいか小さいか問われてますけども、まあ、内部収益率っていうのは NPV をゼロにする時の割引率になりますんでこの25%で割引計算してあげて NPV がプラスなのかマイナスなのかによって、まあ、高いいいかか低っていうのをすすることができますね、はい、別に実際の内部収益率を求める必要性はないんですよ。 この25%でキャッシュフロー割引計算して NPV がプラスなんだったら内部利益率は25%よりも高いわけですからね、はい、もしかしたら、ね、内部利益率をピンポイントで求めにかかった方もいるかと思いますけれどもそんなことしなくても25%で割引計算すれば終わりです、はいまあ、ここは絶対担当しなきゃいけないところですで次の問いの2番リアルオプションアプローチになりますけれども まあ結構ね、当連とかでもリアルオプションアプローチ特に延期オプションに関してはやってたところではありますから、まあ、当連ね、しっかり復習されてた方はですね、割と違和感なく対応できたのかもしれませんけれども、まあ、少なくともね、できなかった方でも問いの2の1については、これはできなきゃいけないですね。まあ、リスク中立確率を計算するというね非常にまあ基本的な問題になっていますので必ず正解できなければいけません。 一応見ておきましょうか。リスク中立確率です、ねまあいつも通りねこういった下書きに当てはめてもらって、まあ、リスク中立確率9っていうのを計算してあげればいいですね、まあ、原材料価格は現時点で750億で1年後に375億になるのかあるいは 1500ににななるるるののかっていうここ項分布をたどることになるとでリスクフリーレートは10%というふうに与えられているのでこのケース1ケース2ですね、まあ、これにリスク中立確率を掛け算した値がこの750億に対して1プラス10%、まあ、リスクフリーレートっていうところを乗じて計算された確実性等価と呼ばれるものと等しくなるような、まあ、9っていうのがリスク中立確率になりますんで。 まあこの式をね作ってあげて 9=60% っていうのを答えてほしかったと、はい、まあもう式が立てられるかどうかが全てになりますからね、はいまあ、これ以外に計算の余地もないですからそんなにミスが生じやすいところでもないかと思いますので、まあ、できた方が多かったのかなと思います、はい、よろしいですかで次の 問いの2番の2 2番ですね、リアルオプションアプローチに基づく NPV の算定になりますけどもこの1年目終了後に投資プロジェクトを行うというね今すぐ投資を行うんじゃなくて原材料価格がいくらになるのかっていうのが判明してから投資するかどうかを決定するというねこれはまさに意思決定を遅らせるってことで延期オプションって呼ばれるものになります延期オプション。でこの、 延期オプションを含んだ NPV のことをですねこれ拡張 NPV って言ったんですよね。まあ、リアルオプションを含んだ NPV の値のことをこれは拡張 NPV って言い方をしました。まあ、拡張 NPV っていうのを計算してあげるとどうなるのかっていうとこれも基本的にキャッシュフローの見積もりがまずねちゃんと行えないことには始まりませんので、まあ、キャッシュフローの見積もりとして、まあ、原材料価格が下落した場合は 売上850億から原材料価格375億を差っ引いた475億、これがネットキャッシュフロー。で、原材料価格が上がった場合は、この場合、そもそも投資を行わないという選択をしますので、キャッシュフローはゼロということになります。だから47億かゼロかのどちらかに2年後のキャッシュフローはなりますよと。で、この475 47億と、まあ、このゼロですね。 それぞれに対してリスク中立確率を乗じてあげてリスクフリーレートで割引計算をしてあげれば NPV っていうのを計算することができたわけですよね475億に60%掛け算して0億に140%掛け算してこれをリスクフリーレートで割引計算すると。 まあそうすると1年後におけるこの2年後のキャッシュの価値っていうのを計算することができてでここから120億の投資額っていうのをマイナスすれば1年後における拡張 NPV のの値っていうのを計算するこ,とができますでこれあくまで1年後における NPV なんで今現在の NPV はもう一度割引計算しなければいけませんので。 1>, まあ1プラス10%でもう一回割引計算してあげれば126.45億円っていうのが求まります。まあ、したがって NPV が0を超えているんで当該投資案を実施した方がいいというねこの結論になります。でこのクーラン5番に関してはですねクーラン4の計算がたとえできていなかったとしてもこの拡張 NPV の方が通常の NPV よりも一般的に大きくなるわけですから。 その知識が事前にあればですね、この問いの1番の計算結果通常の NPV がプラスでこの投資案は採用すべきっていう結論だったからこのリアルオプションアプローチに基づいてもこの投資案は採用すべきであるというねこの結論は変わらないなっていうことが分かっていれば計算しなくてもこの丸5番に入るのは実施した方が良いっていうのが入るなということはね容易に想像をつけることはできますんで。 か4の計算結果にかかわらず五番っていうのは回答することができます。でちなみに延期オプションの価値は今回問われていませんけど仮に計算するのであればこの拡張 NPV から通常の NPV をマイナスしてあげれば、まあ、これで延期オプションの価値を計算することができます。まあ、せっかくねリアルオプションアプローチ聞くんだったらここまで別に本試験の問題にすればいいと思うんですけどね。 ただ、ここは問われてはいませんので、まあ、幸いね、リアルオプションアプローチが苦手な方でも、まあ、ミスとしては1箇所ないし、まあ、2箇所で済むという、まあ、そういった内容になってますね。はい、でちなみに今回ね、あの回答箇所がファイナンスについては全部で25箇所になっていますので、まあ、1問、1箇所当たりにまあ2点になってくる可能性が高いのかなというふうには思っていますから、まあ、1箇所2点でね、 計算をしてもらうとといいいかと思いま,す、はい、まあ1箇所2点って言ったそばからあれなんですけど、まあ、合格ラインとしましては、まあ、この10点というところになってきまして、まあ、10点なんですけど、まあ、10点っていうのはちょっと低めに見積もったものなので、まあ、気持ち的には11点ぐらいですね取ってほしいかなってところはあります。はい 1>, まあ1箇所2点なんでね、11点っておかしいんですけども、あの気持ち的にはちょっと10点よりも1点ぐらい乗せてほしいかなって気持ちはありますね。はい。まあ、以上が問題1になりますね。で、次の問題2番ですね。これがまあ、結構厄介な問題なのかなと思います。あの、気づけた方はね、感動したよって方もいると思うんですけども、まあ、気づけなかった方はですね、あの結構全滅に近い形になってしまった方もいるかと思います。 まあ結構トラップがあるんですよね。例えばこの株式市場の期待リスクプレミアムとこの期待リスクプレミアムリスクプレミアムって書いてるんですけどこれ期待って言葉に引っ張られてしまってこの市場ポートフォリオの期待収益率っていうニュアンスでこれを捉えてしまった方がいるかもしれません、まあ、それやってしまうともう終わってしまうんですけどもこれは市場リスクプレミアムってことになりますので 市場ポートフォリオの期待収益率はこれにリリスクフーーレートを加算した7になりますだからこの問いの5番なんかはこの市場ポートフォリオにこの余剰資金を投資するっていうケースなんですけどもこの余剰資金の期待収益率っていうのは市場ポートフォリオの期待収益率になりますから1%と6%の合計7%っていうところを前提に問いの5番の計算は進めていく必要性があります。 で、また問いの2番の計算のところで。引っかかってしまった方いるかもしれませんけど、この余剰現金60億の期待収益率はリスクフリーレートになりますので、ここを0%って考えてしまった方がま一定数いるんじゃないかなと思います。で問いの2番間違えてしまうと、これも芋づる式に問いの3番とかも間違えてしまいますから、もう間違いが連鎖することになります。 なんか結構怖いところではあります、ねはい、ただまあこの手の問題についてはですね見た目は簡単なんですけど実際に解いたことっていうのがある方はほとんどいないと思いますんでねまあ初見の問題であるということを考えるとですね、まあ、できなくてもあんまり問題はないのかなと思います。まあ、問いの1番ぐらいができていれば、まあ、2番以降についてはまあ全滅していても、まあ、それはそれで、まあ、あの合格にはね あの大きな影響っていうのは与えないのかなとは思いますはい、まあ、当然できてるに越したことはないんですけどもできている方は相当アドバンテージは取れてるのかなと思いますはいでまずこの問いの1枠の計算ですけど枠の計算はこれ簡単ですね今回そもそも枠が問われてはいますけども負債が存在しませんので株主資本コストを計算してあげればいいですねで企業 A の株式のベータが1.5で でリスクフリーレートが1%で市場リスクプレミアムが6%って言ってますので、まあ、この6%に1.5を掛け算してリスクフリーレート1%っていうのを加算してあげれば10%が、まあ、これが株主資本コストになってクにもなりますよと。はい、で次の問いの2番企業への事業者に対する期待収益率を答えなさいってことで。 今これ貸借対照表の貸し方に着目して w の計算っていうのを行ったんですけど今度は借り方に着目して w の計算をしようっていう話なんですね。要は借り方に着目しても貸し方に着目しても w っていうのは等しくなるんですよ。まあ、具体的にはこの余剰現金の期待収益率を1%、まあ、事業資産の期待収益率をこれを x% とかっていうふうに置いてあげて まあそれぞれね、この余剰現金と事業資産の時価総額、まあ時、時価のね、比率によって過重平均を取ってあげたものがですね、まあ、これが枠になるということが分かれば、回答することができます。まあ、すなわち1、1%かけることの、トータル100億分の60億っていうところを1%に掛け算して、で、まあ、この事業資産の期待収益率 x、x% に対して、100分の40億を掛け算してあげれば、 これが枠になると Wh10% になりますよと。でこの式を満たす、X、を計算すれば23.5%っていうのを計算することができますね。はい、で問いの2番ができた方はおそらく問いの3番もできます。これはもうキャップ M に当てはめればいいだけですから。 1%, 1プラスベータかけることの6これが23.5これを満たすベータを算定してあげれば3.75っていうのを求めることができます。はい、で今度問いの4番企業 A は余剰現金60億のうち20億を現金配当したとでこの時企業 A の株式のベ β=wq を答えなさいっていうことでこれもまあ wq から計算してあげるのがいいですね。はい 余剰現金60億のうち20億現金配当したって言ってるので、まあ、ここが40億で事業資産は40億のままですからトータル80億に変わるわるけですよ、はい、だからまた先ほどとは逆の手順でここが40億で事業資産が40億それぞれの期待収益率は1%と23.5%ですんで、まあ、これを40億40億すなわち1対1の割合で過重平均をしてあげればですね を算算定すするるここととができるのでできの計算式としてはこちらですね1パーかける8 0億分の40億プラス2 3 5パーかける8 0分の40億、まあ、これで12.25%っていう枠を算定することができてでこの枠まあ、株主資本コストですけども、まあ、この12.25%になるようにベータを算定してあげればいいので1.875っていうのを計算することができます。はい まあ問いの2番とは手順が逆なんですよね？問いの2番は枠からこの事業資産のベータを算定するっていう問題だったんですけども事業者の期待収益率を算定するっていう問題だったんですけど、まあ今度はこちらの借り方側が分かっていて、貸し方の枠であったり、ベータを算定するっていう問題になってます。はい。まあ、だから2番ができていれば3番もできますし、3番ができていれば今度4番もできるでしょうね。 まあ、問い2問3問4っていうところはこれはもうセットになってくるかと思います。で問いの5番に関しては先ほど言った通りこの余剰現金40億を市場ポートオリオンに投資するという問題なんで余剰現金の期待収益率は7になりますここを6%にしてしまうっていう誤りが多いのかなと予想されますね。はい だから問いの2番できた方でも3番4番はできても5番は結構ねこういったところで間違えてしまうってことはあるのかなと思いますはい、まあ、ここを7%にしてまた先ほど同様80分の40を7%に掛け算してで80分の40を23.5に掛け算してあげて合算すれば枠を算定することができますねはいもう問いの2番の 出来感によって大きく点数っていうのが左右される問題になっていまして。まあ、今回の本試験の問題の中だと、これがねあの唯一差が大きくつく問題なのかなと思います。まあ、これができた方は経営がかなり跳ねるでしょうね。まあ、できなくてもね。別に落ちるってことはまずないと思いますので、他のところでカバーできていれば問題ありませんけど、まあ、できた方はそれだけね。自信を持ってください。 で次問題3番債権の評価ですけどこちらはもう非常に基本的な問題ということになるので全て正当可能性高い問題になってきます、はいまあ、できればねこれは2問ミスぐらいで済ませたい問題かなとは思います多くても2問ミスですねだからまあ16点ぐらいは取ってほしいかなという問題ですねはい まあ問いの一番なんかはかなり簡単ですね。フォワードレートの計算なんですが、ただまあ、これもフォワードレートを計算しろって言われたら答えられるんでしょうけれども、1年後から2年後までの1年間の利回りとかっていう表現になっているので、ここでちょっとまあ違和感を覚えてしまって、何が問われてるんだろうっていうふうにね、あのクエスチョンマークがついてしまった方もいるかもしれません。はい、ただまあ、なんとかここはね、正解してほしいところですね。 で次の問いの2番は、まあ、デュレーションを使ったです、ね、再建価格の変化っていうところを見ていくわけですけど、まあ、まあこれ、デュレーションの計算、修正デュレーションの計算っていうのが問われてます。まあ、これももう公式分かっていれば回答することができますね。はい、で間,違い間違いとして生じるのは、この修正デュレーションのところですね、ここ、マイナス記号をつけてしまうとかですね、 あるいは修正デュレーションを使った債券価格の変化率の計算の時にこれ4%から4.2%に債券の利回りが上昇しているわけですから0.2%の変化っていうのを前提に計算してあげなければいけないんですけど、まあ、そうではなくて4.2%変化したってことを考えて計算してしまうっていう間違いが考えられます。はい まあ、そういった本当に単純な注意不足っていうのがなければですね、まあ、十分完登できる問題だったのではないのかなと思いますね。まあ、最後のコンベクシティっていうのもねあの、特に問題なくね、対応できたかと思います。特に計算で問われてるわけでもありませんからね。まあ、これはかなり平易な問題ですね。で、最後の問題4ですけれども、これは、 コールオプションのプライシングに関する問題ということになりましてで問いの1番はこれはコールオプション価格を決定する変数について問われていてまあこれオプション価格と負の関係がある変数を一つ選びなさいと負の関係があるって何だろうというふうに一瞬思ってしまうかもしれませんけどもまあ要はこれらの変数っていうのが上がるあるいは長期化することによって オプション価格が下がるのはどれかっていうところが問われてるんですよね。まあ原産価格が上がればコールオプションの価値はどうなるのかとか権利行使価格が上がればオプション価格はどうなるのかっていうのを一個一個しらみつぶしに検討してもらえればですね、まあ、正解することができます。まあ極めて基本的な内容ではあるんですけど、まあ、問われ方がね、まあ、少し変わってるっていうところがありますかね。間違えた方もいるかもしれませんここは。 で次の問いの2番、3番、4番っていうところはもう1セットになってくるかと思いますけど、もう連立方程式作って、ですねこの複製ポジションを作成していくという形になりますね。まあ、これは正解してほしいですね、2、3、4はね。ただ、まあ唯一ちょっと引っかかるところが、問いの2番ではこれ、リスクフリーレートが与えられていなくて、問いの3番で初めてリスクフリーレートが与えられるんですよ。 で問いの2番の段階でこれで連立方程式作ろうと考えてもリスクフリーレートないじゃんというところでちょっと戸惑ってしまった方はいるかもしれません、はい、ただ別にリスクフリーレートの大きさって実は関係なくてですね別に1%だろうが10%だろうが20%だろうがあまりまあ関係のないところになりますだから普通にもう問いの3番からですね リスクリレート年率1%っていうふうに言っているので、まあ、この問いの3番からもう計算をしていくような形で、まあ、問いの2、3、4というふうに計算をしていけばいいのかなと思います。はい、よろしいでしょうか。はいまあ、いつも通りね、まあ、こういった形で。 複製ポジションを作成する時に、まあ、コールオプション1単位購入した時と同じキャッシュフローとなるように株式を X 株購入と安全資産の空売りっていうところを行うと, y 円を行うとでこの時現時点でのキャッシュフローと1年後のキャッシュフローはこうなってでこの1年後のキャッシュフローっていうのが、まあ、コールオプション1単位を買った時の、まあ、キャッシュフローと同じになるような X と Y っていうのを算定してあげればいいんですよね。 まあこの 10, x 1万 x=1.01y っていうのが4500になって 2500x=1.01y が0円になるような、まあ、その式を満たすような XY 算定すれば x 0.6株 y は1485.15円っていうのが求まりますでこれを現時点におけるこちらに代入してあげればですね -5000x+y プラスに代入してあげれば、まあ、コールオプションの価値を算定することができると、はいまあ、1514.85円っていうのが求まりますね でまあ、計画時間余った方多いでしょうからあの一応計算結果心配だったらリスク中立確率を用いて計算してみて計算するっていうのがいいかと思います。まあ、計算結果一致しますからね、まあ、リスク中立確率求めれば34%って求まりますんでこれを使ってコールプレミアム計算してあげれば1514.85っていう同じ計算結果を得ることができますんで、まあ、一応この計算すれば安心して回答できるのではないのかなと思います。 で最後の問いの5番は、これはオプションの投資戦略に関するお話になりまして、まあ、この原産価格がどちらにも大きく動かないと見込んでいるときのお話になっていて、なおかつ、同じ権利行使価格のコールとプットを組み合わせるという話ですから、まあ、これはもう、ショートストラドルが問われてるなっていうのを思い出してもらえれば、ですね、まあ、選択肢の「イ」っていうのがショートストラドルを,を表していることになりますから、まあ、回答としては「イ」を答えることになりますね。はい まあオプション戦略っていうのはね、まあ、しっかりとね、覚えている方が多いと思いますので、まあ、こちらの正当可能性は高いのかなと思います。まあ、以上からですね、まあ、問題4番に関しては合格ラインとしてはまあ6点程度っていうところが考えられますね。はいまあ、6点程度問えていれば十分だと思ってください。はい でトータルで、まあ、の問題1がまあ10点、問題2番で2点、で問題3番が16点、で問題4番が6点というところでトータル出してもらえれば、ですね、まあ、この問題2番単体におけるまあ合格ラインというところが大体7割弱になってくるということになりますので、まあ、34点ですね、34点。まあ、第2問全体で34点が取れていればまあ十分だと考えてください。はいまあ、以上がですね、 まあ経営学のまあ公表と解説になりまして、まああのー、やはりね経営学については最後の科目ということもありますし、かなりねまあ疲労の中ねあのー、最後受けてることになるかと思いますから、まあ、普段ねやらないミスとかっていうのがどうしても生じるねところになるかと思います。ただそれはもう受験生の皆さんね全員共通のえー、ところになりますんで、あの自分だけがねあのそういうケアレスミスをしているんだというねそういう思い込みっていうのはねなるべくしないように注意してください。 ももうみんな誰ししね何かかららミスしてますからだからまあここやってしまったなって思ったところがあったとしてもですねそこはもうそんなに気にせずにですねあとはもう合否を待つだけですから発表を待ってもらってねあの不安の中ねちょっと過ごされることになるかもしれませんけれどももう異は投げられた形になりますから。 あの残りの期間、ですねなるべく有意義に過ごしていただいてですねあの不安な気持ちのままねいるかもしれませんけどもあのなるべくこの3ヶ月っていうところはねあのゆっくりね体を休めてもらって次のね、まあの受かってるにしても落ちてるにしてもまたあの大きくね環境が変わることになるかと思いますから、まあ残りの期間、ですねちょっと英気を養う期間だと思ってですね有意義に過ごしていただければなとうう思います。はい まあそれではではすねこれで経営学の公表及び解説を終わりにしたいと思いますので、えー、皆さんお疲れ様でした。